お疲れ様。です。250番です。今日はですね、万年蘭さんという方に来ていただいてます。万年蘭さんというと、万年統一さんという、グレンタイの神様って呼ばれてる方がいらっしゃったみたいなんですけども、まあ、その方の、えー、お孫さんにあたる方のようで、以前ですね、同じ刑務所出身の250番と元受刑者が再会ということで、横塚刑務室所の165番さんを紹介いただけたのが、 この万年ランさんと、えー、グルメンタリーっていうチャンネルの明日は我がミンさんなんですねで今日はその万年ネランさんが僕のチャンネルに遊びに来てくれてますのでこの動画のコメント欄の一番上にですね万年ネランさんのチャンネルを貼っておきますのでこの動画見終わったら必ずそちらを見てみてくださいじゃあランさんお願いいたしますはじめまして YouTube チャンネルを始めました万年なんです。万年って言えばね、ちょっと聞いたことあるよーって方いると思うんです。ちょっとこの話に関しては、おいおいお話しさせていただきますけども、今回は、やんちゃなババアが YouTube チャンネルを始めたってことで、やんちゃなババアっていうキャッチフレーズなんですけど、過去に警察にお世話になったこともあるし、刑務所に入ったこともあるんです。いろんな過去があります。そんなことをね、 月日が経っったんでお話ししてていければと思ってます過去にね、私もそういう経験したよって、俺もそういう経験したよっていう人がいたらね、Twitter だったり、TikTok だったりね、メッセージいただければ、お話できればなと思っております。54のおばさんがね、普段どんなことを考えてるのかなってことなんですけど、私は美しくなりたいと思ってるんです。まだまだね、編集もできないですし、皆さんのお力がないとね、チャンネル登録者数とか、再生回数とか、 全然伸びないと思いますのでご協力お願いいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今日のところはこれで失礼させていただきます。